ニュースをお伝えします。朝鮮労働党総書記で朝鮮民主主義人民共和国国務委員長である敬愛する金正恩同志にウガンダ共和国のヨウェリ・カグタ・ムセベニ大統領から祝電が送られました。祝電は朝鮮民主主義人民共和国の解放の日にちなんで金正恩総書記と朝鮮民主主義人民共和国政府と人民に祝賀と挨拶を送る、両国は共通の目標を達成するために常に協力し、両国人民の間の絆を強めることなど、より多くの協力の機会がもたらされることを期待する。両国人民の間の伝統的で緊密な関係が、これからも引き続き深まるものと楽観する。金正恩総書記の健康と幸福、朝鮮民主主義人民共和国人民に絶えざる進歩と繁栄があることを心から祈ると述べています。2024年の全国大学生スポーツ競技大会が幕を開けました。今大会では同の予選で選考された700人余りの選手がバスケットボールとバレーボール、テニス、陸上の各種目別競技に参加して勝負をしています。20日サリウン体育館での開幕式に朝鮮労働党反極道委員会のリ・イルヒョク書記、関係者、青年同盟の活動家、選手、サリウン市内の大学生が参加しました。社会主義愛国青年同盟中央委員会のペイ・チュンギル副委員長が開幕の辞を述べました。開幕式の後、ハンギナン道と反極道との女子バレーボール競技が行われました。採掘工業部門で整備と補強に力を入れて鉱物生産を増やしています。雲波鉱山では成功の品位と先行実習率を高めるのにポイントを置いて技術を革新しています。四湯鉱山では主な設備を省エネ型に改造し、文庸鉱山と春山鉱山ではウインチとポンプなどをフル稼働させるための技術上の懸案を解決して生産性を高めています。12月5日青年鉱山でも冷凍コンプレッサーの保守を技術上の要求通りに行って毎日2割アップの実績を記録しています。春山用トラクター工場で科学技術力を絶えず増大させることで成果を達成しています。工場では地方工業工場の原料畑に送るトラクターの生産を推し進めています。労働者と技術者はトラクターの性能改善の一環として製品の精密度を保証できるジグと装備を自力で考案し、 3D 設計の作成により板金と組み立てなどの化学化のレベルを高めました。これとともに指導装置と動力伝達装置を実用的に改造し、各種部品を質的に生産して前より性能がアップしたトラクターを開発しました。工場では8月にも数十台のトラクターを生産して現場に送りました。各工場で良質の製品の生産に励んでいます。平壌歯科衛生用品工場では全ての製品を人民に好まれる銘柄製品に作るためのクオリティアップの計画を綿密に立て、一つ一つ着実に実行しています。工場では歯磨きの生産に利用される各種の香料の配合レートを合理的に定め、品質管理を科学化するための技術的対策を徹底的に立てるなど品質向上に力を入れています。セドンガン家具工場ではスペースを効果的に利用するより実用的な複数の家具を新しく開発し、板の生産工程に家具の軽量化を実現できるいろいろな革新的な技術を取り入れてコストダウンのほか品質も保っています。傀儡韓国の市民団体と社会団体がアメリカと組んで共和国に反対する侵略戦争演習に躍起になっているユンソクヨル傀儡集団を強く糾弾しました。19日大規模な韓米合同軍事演習のウルチフリーダムシールドが始まったことを受け、諸団体はソウルの傀儡大統領室の周辺で抗議の記者会見を開き、白山間演習の中止を求めました。発言した人たちはユンソクヨルがアメリカの戦争突撃隊を辞任して合同軍事演習を繰り広げている、ユンソクヨルはもっぱら韓米日同盟軍事協調だけを騒ぎ立て北東アジアを軍備競争の拡築の場へと追いやっていると述べました。そして会見文を通じて韓米軍当局が今回の合同軍事演習が核攻撃への対応訓練だと
あたかも防御的性格の訓練のように触れ込んでいるが、これは明白に核戦争攻撃の訓練だと明らかにしました。以上でこの時間のニュースを終わります。担当はオーヨンスクでした。こちらは諸村の声放送です。黄金の山、宝の山に。諸村では森林を増水し保護するのが、人民により文化的で美しい生活条件と環境を提供するためのこととして重視されています。敬愛する金正恩総書記は、国の森林を緑を生い茂る黄金の山、宝の山に変えるため、1903年2014年11月のある日、国土環境保護省管轄の中央育苗場を訪れました。この日総書記は、国中を森のように公園のように作るための重要課題を与え、全社会的に社会主義愛国林、模範森林群賞や獲得運動といったキャンペーンを力強く発展コースを呼びかけました。その翌年は森林復旧の大構想を示しました。総書記の構想に従って、全党全国全人民が奮起して森林復旧を行うため、諸村労働党の政策として策定されました。1905年2016年5月、総書記は各道に近代的な育苗場を建設して、工業的な方法で多くの苗木を生産すれば、近い将来国の森林増水で大きな変革が遂げられるだろうとし、新築される育苗場を次の世代に堂々と譲り渡せるよう、大胆にスケール大きく建設すべきだと教えました。こうして近代的な育苗場が各地に建てられ、諸村のすべての山々は黄金の山、宝の山に変わっています。黄金の山、宝の山に、高台してお話ししました。芝の栽培の科学化目指して、諸村労働党中央委員会第8期第10回総会で与えられた課題にのっとり、平壌芝研究所で芝の栽培の科学化のための研究に力を入れています。ここの研究者は、最新の育種方法を極力活用して、芝の品質のグリーン期間を増やし、日照りによく耐え、また観賞価値も高いものを育てるため知恵を出し合っています。제인옥산의話です。단지한정보면은하루에대략600kg의산소를내보냅니다。1ヘクタールの芝が外に出す酸素量は1日あたり 600kg ですが、このような量では200人余りが1日中呼吸することができます。芝をはじめ多くの地植物を植えれば、大気の浄化にとても効果があります。研究所では、地肌をカバーする能力が強いだけでなく、グリーン期間が長く、環境効果が大きい、いろいろな新植物の研究を深め、上半期だけでも新規系列の高麗芝を育種しました。このような新種の地肥植物を広めるのに重点を置き、様々な土壌条件でもよく育つ栽培方法を研究しています。研究所では、芝用の複合肥料を開発した経験に基づいて、芝だけでなく農作物をはじめグリーン植物の栽培に効果的な複合肥料と栄養液を新しく開発し、すでに開発された製品の効能を高めるための研究を積極的に行っています。またいろいろな病害虫による被害を防ぎ、芝の種まきと芝居管理の科学化の水準を高めるための研究にも力を入れています。これとともに研究所では、多くの地域と機関に赴いて、芝による園芸緑化での懸案解決にも計画的に取り組んでいます。平壌芝研究所の科学者の献身的な努力による一つ一つの研究の成果は、
園芸緑化と環境保護、国土管理に大いに役立っています。芝の栽培の科学化を目指して、購買してお話ししました。